自由。自由とは、他からの強制、拘束、支配などを受けないで、自らの意思や本性に従っていることを言う。哲学用語。英語のフリーダムとリバティは、共に自由と訳される。現在、この二つの語はほぼ同じ意味で用いられるが、その意味合いはいくらか異なっている。フリーは古英語の、に由来する。これは古インドヨーロッパ語の、や、 あるいは古イツ語の二期限を持ち、好む愛の意味を持つ。北欧神話のフレー、フレーヤも同じ語源による。コアイルランド語のは、ウェールズ語のと対応し、現在の英語の自由なに直接対応している。古代ギリシア語では、音和で優しい。気ままさや傲慢さが含意される場合がある。一方でリバティはラテン語の社会的、 政治的に制約されていない、不採用を負っていないという意味から、英語の形、自由なや、名、自由の語源となった。自由主義の、はこれによる。また、どう、解放する、名、解放者、名、解放も、同じ語源による。こちらでは自由の消極的側面、しなくて良いが強調される、は古英語に入り、となり、こちらは、の語源とされている。 両者の共通点は、現在的意味合いの自由とは異なる意味で用いられた点である。英語、と、の用法にも残っているが、近世までは特権を意味する語であった。民衆の持ち得ない権利を有している状態が、または、であった。1729年に出版された辞書によれば、権利付与や時効によって得られる高貴なるものの特権と、定義され、正し書きで、一部で、 各人が思うように行動できる力という意味でも、用いられてきていると言及されている。小住信主家の放送屋はによれば、加藤博之から聞いたこととして、役事、自由は、幕府外国家対英語通事の頭をしていた、森山滝次郎が暗出したのが最初であるとするが、文献上では、文久二年初版、慶応三年正月再犯役料の、英和大役辞書、 堀達三郎、著に紹介され、慶応二年初版の西洋事情、福沢諭吉、著にも役事が見られるとする。鈴木修司によれば、書室は森山拓一郎、福沢の西洋事情により広まったとする。慶応義塾のデジタルギャラリーによれば、福沢による訳語とする。自由は古典中国語では、語喚書、日本では、 俗に本気まで遡ることができるがわがまま法等の意味であった。つれずれ草に、よろす自由にして、大方、人に従うということなし、六十段とある。江戸時代の教育論の書である、和俗同治君には、ことに後家の子は、物事豊かに自由なるゆえに、好む方に心早く移りやすくして、溺れやすし、とあった。 福沢の西洋事情にはリバティを日本語分けすることの困難さを述べており、自主、自尊、自得、自弱、自主債、任意、寛容、商用などといった寛訳はあるが、言語の意義を尽くさないとする。加藤博之は慶応四年の立憲政大略において自在と訳し、津田真道の大政国法論でも自在と訳されたが、福沢や中村義隆による見るの日本語訳、 自由の理により自由が定着した。穂積によれば、自由なる語、自由なる思想の回想は、実に、福沢先生にあると言うてもよかろうと思われるとす。自由主義とは、自己決定権に制限を加えることができるのは、危害権利のみであるという立場である。加藤直武によれば、自由主義とは、近代における、自由の概念は、他者の意思にではなく、 自己自身の意志に従って行為することとして捉えることができる。この自由概念が、封建的な身分性からの解放という思想を導き、ヨーロッパにおける市民革命を育んだ。社会契約説では、政府による統治が、その正当性を獲得するのは、社会契約に対する非統治者の同意によるとされた上、社会契約を破った政府に対しては、これを覆す権利、 革命権があると説かれている。自由はまた他者の自由とも衝突する。他者の自由を尊重せずが手な振る舞いをしてはならない。という考え方は、JS、ミル、自由論の中で表明され、強他者危害の原則として広く支持されている、自由観である。エイリヒフロムは、ナチズム、日本軍国主義が台頭していた1941年に、世に問うた、著書、 自由からの闘争の中で、孤独と無力感に苛まれた大衆が、他者との関係、指導者との関係を求めて、全体主義を信奉することになると記した。アイザイやバーリンは、二つの自由概念において、他者から拘束を受けない消極的自由と、自己自身に対して、自己実現を課す、積極的自由とを区別したが、フロムが、消極的自由の対象概念として挙げた。 積極的自由の概念も他者との連帯を求めるがゆえに究極的には全体主義へつながるとしている。イマヌエル・カントは純粋理性批判において自然の因果系列とは独立に新たな系列を始める絶対的開始の能力として超越論的自由を論じた。この超越論的自由は理論理性においては単に消極的に想定可能であるだけであったが 実践理性批判においては、道徳法則に自ら従う実践的自由を積極的に論じた。戦前に活躍した唯物論哲学者、戸坂淳は、著書、日本イデオロギー論中、文学的自由主義の特質において、自由主義についての考察と絡めて、自由についての問題は、哲学的でも文学的でもなく、隅的な範疇から生じたと指摘した。 日本では、王城落土、落一落座の語に見られるように、落を自由という意味で使う用法があった。中国では、本来、自由は、好き勝手や自由気ままという意味で用いられた。日本も当初は、二条河原の落書きの自由出家や自由老石のように、中国と同じ用法で用いられていた。福沢諭吉がリバティを訳するに際して、仏教用語より自由を選んだ。 はじめは、ごめんという語も分け案の一つであったが、上位の意味が濃すぎると考え改めた。朝鮮語や中国語でも、自由という単語が使われているが、近代以降は、両言語ともに日本語と同様、元の漢文由来の意味より、日本語から流入した訳語としての意味で定着した。日本国憲法には、以下のような自由権が謳われている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。